ノーベス。えー、皆さんこんにちは。えー、株式会社コメヒョウの、えー、石原と申します。本日はあのお忙しい金曜日の中、たくさんの方にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。あのこのような機会をいただきましたので、えー、我々がやってきたことを少しお話をさせていただきたいと思います。えー、変革し続ける経営 老舗企業を発展ささせせる経営とはとはいいう題でやらさせていただきます、えー、皆さんと少し業界が違うと話が伝わりにくい部分があるかもしれませんがあの頑張って説明しますので足りない部分は後で質疑でお声がけいただければと思いますまずあの今日のお話ししたい事項でございますがまずはあの、まあ、自己紹介ですとか会社の概要 あと変革し続けるための3つのポイントあの直近の中で狛江には2つ大きな出来事がありましたその1つ目がリーマンショック2つ目がチャイナショックそしてあのそういった苦しい時期に成長し今後 どうやって100年企業を目指していくんだという今新しい取り組みをやっている最中でございますで最後まとめを少しさせていただければと思いますのでお付き合いくださいまず我々コメヒョウという会社は後々説明をさせていただきますが主にブランド品のリユースをやっている会社でございます世の中の良質な商品を永遠につなげていくと ニワトリ卵の話になるかもしれませんけれどもやはりあのいいもの、えー、有名なブランド品がつブランドメーカーが作ってるから良質なものっていうわけではなくやはり良質なものを作ってきたから、えー、有名なブランドになったというものが私の思いであります。なので、えー、たくささんん有名企業ががございますが、えー 職人さん含めて一生懸命作ったものを次の世代の人たちに我々が入ることによって安心して使っていただくそういった良質なものをつなげていくっていうことが我々米表のミッションだと思ってます自己紹介先ほど非常に丁寧にしていただきましたがまずは私名古屋市で生まれ大須商店街というところでずっと育ってまいりました 大学卒業した後は東京の新宿西口ヨドバシカメラの本店のカメラ売り場で働きを仕事をさせていただきました約2年間お仕事をさせていただく中で私の父がですね米用の2代目の社長を務めておりましたが急遽ょがんという病気で本人が57歳 私が25歳の時に他界してしまいましたので急遽ょ米表に戻り10年間ほどは売り場で商売をしておりましたでその後2009年に名古屋に戻り取締役となり現在社長を2013年からやりほぼこれで6年が終わるところでございます米表は1947年創業の会社でございますので えー、72年前にできましたで創業者は、えー、私の祖父でございます、えー、よくなんで米表って名前ですかって聞かれるんですが、えー、祖父の、えー、父親が石原氷次郎という名前で愛知県の半田市でお米屋さんをやっておりましたそのお米屋さんの屋号が米俵という名前でした でその屋号を引き継ぎまるっきり違う業態ではございますが祖父が戦争から帰ってきた後、お米屋さんは兄が継ぎ祖父はそこでお米屋さんにあったリアカーを借りて終戦間もない頃リアカーに妻の嫁入り道具や服着物を積み 誰か買ってくれませんかというところで買っていただきまたお金に変わったものを使ってしまえばすぐ終わってしまいますので誰か何か売ってくれませんかといつか半田から名古屋市に出て商売をしたいという中でまだビジネスが明確でなかった頃からそういうことを始めてもしかしたらこれがビジネスになるんじゃないかというところで我々の今やっているような。 お客様から買い取りをさせていただいて次の方に買っていただくという、えー、リユースの商売を始めたと聞いております。でまた「えー、米王って質屋さんじゃないんですか?」って聞かれますが、えー、最初のスタートがそういった戦いきさつでお金があって商売をスタートしたわけではないので当然お人様にお金を貸すことはできないところからスタートしておりますので今もなお質屋業はやっておらず一般のお客様が買い取りをさせていただきながら、えー 販売をするという商売をやっておりますで遠隔えいろいろありますがえ長くなってしまいますのでえ少し端折りますえ大きくいろいろ変わってきたのがまずは2003年に、えー、米表は IPO をさせていただきます、えー、リユースの、えー、企業でまだまだ上場している会社が少ない中、えー、上場させていただいたことえまたその上場資金を得て、えー、名古屋の米表が東京に乗り込んできたぞ ということでメディアさんに非常に多く取り上げていただきましたそれが2003年に店長として立ち上げさせていただいた米表の有楽町店ですそういったメディアさんの効果もありまして売上目標が24億の予算に対して40億の売上を取るという非常に素晴らしいスタートを東京で切ることができましたその後 後でししっかり説明しますが、出店拡大とともに非常に苦しい局面に遭遇してきたのが2008年以降のところでございます今日はその辺を少し中心にメダになりますその変革の中の経営というお話をさせていただきたいと思いますまずは我々のリユース市場は今 右肩上がりの市場で非常に恵まれている環境でございます年々年年年新しいプレイヤーも参入してきて非常に伸びている業界でございますで、そういった中米は置かれている今のポジションランキングですがまずは中古品売上の全体の中では今第4位でございます あの車だとか中古のお家だとかそういった数字は入ってませんだいたい身につけるものの順位だと思っていただければと思いますが1位がゲオさん2位がブックオフさん3位が大黒屋さんというチケットの販売だとか FC でやっている会社さんそして4位がコ米表でございますでまた業界市のセグメント別の売上を見ていくと ブランド品の、えー、リユースに限りますと、えー、米表が第一位というポジションを、えー、今取っております、えー、米表グループという会社でございまして、えー、皆さんの馴染みが深いのはやはりあのブランド品を売ったり買ったりしている米表という会社だ,だと思います、えー、ただ、えー、変革、えー、非常に業績が悪化する、えー ところから、えー、ブランド品を売ったり買ったり、えー、小売りでしているだけでは、少し、えー、外部環境の変化によって耐えきれない局面も、えー、出てきました、えー。そういった意味で、えー、2012年以降、オークション、えー、米表のお店で売れる以上に買い取りができたものを、店で売れるまで待ってるんではなくて、えー、売れる以上の商品が来たとき、 またお店で売れる、出す程度じゃない、程度が悪いものはオークションで現金化する。また、日本で売るよりも海外の方が高く売れるものもございますので、そういったものを海外に持ち込み、海外の同業者さんに買っていただくというような出口のチャンネルを増やしてきました。その最大の目標は、目的は国内の 買取のお持ち込みいただく一般のお客様の買い取り額を最大限まで引き上げることそれを目標に出口のチャンネルを整理していきましたまたブランド品だけというのも少し不安要素もありましたので2012年に名古屋を中心に車のタイヤとホイールを販売しているクラクトという会社を2012年の1月の17日 ご縁をいただき、我々が M&A をさせていただきました。13店舗あり、約売上が40億そこそこ、77名の社員がいる中、13店舗中の一つの店舗が中古品の売り買いをやっていた店舗でございます。 店舗を見させていただいてまだまだ我々のシナジー我々が一緒に手を組むことによってもっと伸ばせるんじゃないかということを考えまして一緒になった次第でございますその後はイブコーポレーションというアパレルの並行輸入をやっている会社、まあ、メジャーなブランドですとパタゴニアですとかデューミーですとかあとは、まあ、そういったアパレルと小物ですね イルビゾンテだとかそういったものを扱っている並行輸入の会社またシェルマンパテックフィリップだとかそういったヴィンテージの時計を扱っている会社と一緒に組むことによって米用グループの価値を上げていこうとやっておりますまた米用香港の下にはグローバルの今展開も図っておりまして中国またタイ香港に会社を作っております で皆さんのイメージだと、やはりこの米表というのは、名古屋大須の本店と、名駅店にあります、約2年前に出しました名駅店が、イメージが強いと思いますが、今からお話をさせていただくのは、主に皆さんの想像にある、このブランド品のリユースをやっている米表の話をさせていただきたいと思います。まず、われわれが苦しんだ、変革をかけていったときに、 大切にしてきた3つのポイントがあります当然戦略の中でやることとやらないことをしっかり決めるとやると決めたからにはそこに向かって挑戦をするということを全社一丸となりやりましたまたそれは私一人がやるもしくは経営幹部だけがやるというのではなくやはりみんなに権限以上エンパワーメントをしてしっかりみんなに任せる まずそれが円滑に回るような仕組みを作るこの単純でシンプルなんですけれども3つのことをしっかり回すこと責任を持ってもらって彼らに権限を持ってもらって仕組みを作りしっかり回すこと目の行き届かない部分も確実に回すことこの3つを大切にやってきました。 まず、えー、一つ目の変革時期が訪れてしまったのが、えー、リーマンショックです、えー、直近の2005年以降の、えー、米粉の売上高だけ、えー、出してあります青い棒グラフが売上高でございます、えー、こちらのスライドを見ていただいて2008年以降のところにくぼみがありますまた、えー、17年のところにもくぼみがあります 今日この2つの業績が落ちたところの説明をしますが、えー、全体的に米王の歴史の中で2005年よりも前はですね非常に順調に商売をさせていただき常に右肩上がりの商売をやってきましたただその後外部環境の変化またそこについていけなかった米表の脆さがあり業績を落とし たことがありますえまずは、えー、2008年以降起きたリーマンショックリーマンショックの後に、に米用は約60年の歴史の中で初めて売り上げを前年比で落とすことになりました2008年の3月期に過去最高の売り上げを作くり、えー、322億ぐらいまでの売り上げを作ることができましたしかしリーマンショックがあった後えー、翌年は280億 そのまた翌年は230億と約1年2年と大きく数字を落としてしまいましたやっと穏やかに回復するかなと思ってたときに東日本の大震災があり大きく伸びるというよりは静かにまた成長の機会をうかがってきたとそういった不況があったからこそ我々は挑戦するチャンスを得たと思っております 今日の時、えー、我々が言われたことはお客様が、えー、これは今映ってるのは米表の新宿店です当時2005年に立ち上げまして私が3年間店長をやってた店舗ですであのお客様はですねわざわざお店に足を運んでいただき商品を見ていただき我々の接客プライスにも納得していただき喜んで買っていただくとただ、えー、帰り際に 今から目の前にある新宿の伊勢丹によるのに米表の袋だと恥ずかしいから他の袋に変えてくださいっていうことをやはり言われるとそれはやはりまだまだ我々リユースの知名度信頼性が低いということと同時にやはり新品以上の信頼がなければ我々リユースの会社は発展しないということをここで強く感じた次第でございます。 今のコメもそうですがキーワードとしてお客様に誠実信頼をいただける商売をちゃんとやっているかというのは常に経営判断する中で大切にしております中古品はやはり新品以上の信頼が必要中古だから壊れるんだよねっていうことを買ったあとにお持ち帰りいただいたお客様に感じられたのであれば我々の負けだと私は常に思っております でえー、それまで非常に好調に業績が伸びてきましたが従来のやり方だけでは回復ができないという判断をしました今までのやり方にとら、えー、われない慣れた過去の成功事例を、えー、守るわけではなくやはり時代に合った営業力の強化を図りましょうというのが当時の我々が、えー、起こした変革でありますでリーマンショック以降大きくやったのは 組織変更、マーケティングの強化、IT の強化と、この三つを主に変革をしてまいりました。組織変更なんですが、過去の組織は専門性に特化しよう、どの商材であれ、競合がいました。 どの商材であれお客様に信頼していただくためにより専門性を持って接客しようということを大事にしてきましたので、えー、会社の中は商品を軸にして、えー、仕入れである買い取りまた、えー、それをする商品化販売と、えー、またマーケティングや、まあ、オンラインの売り上げも含めまして商品の軸で えー、宝石の人は宝石をやってください時計の人は時計をやってください専門性を重視して、えー、しっかり作っていきましょうというのが当時のやり方ですでどういったことが起きたかといいますとやはり売売上がが好調の時ににりり場に人が足りませんと当然商品化の人間は買い取りも販売もできるので売り場に応援に行くわけなんですがやはり、えー、売り上げが好調に売れる商品が少なくなる。 ただ、商品化するメンバーは、商品化を止めているわけなので、明日売るものがなくなるということが起き、みんなが残業し、商品化をすると、えー。売れれば売れるほど、えー、みんなの残業が増え、増え、疲弊してしまって、安定的な商品供給ができないということになりました。えー、そこで、えー、我々が変、えー、えたのが、えー、店舗で行っています、えー、買い取りと販売。また、えー、商品化。 一番米用の肝である要は米用というビジネスモデルは商品化をどこまでちゃんとやるかそこははしょってしまったり慌ててしまうということは致命傷になりますのでここが一番大事だと今まで商材別でやってた時も非常に成長してたんですけれどもやはり先ほどの半間の差によって少しブレるところがあると。 そういった中でそれぞれの商材では専門性を持って筋肉質の商材会社になっていったんですが何かが足りないそれは軸となる背骨というか体幹が足りなかったんですねそこで一つ軸となる商品化というものを体幹を一つ筋を通すためにしっかりやりましたでそれを支えるウェブ事業室や 営業企画部また教育グループというものを作り自分の商材だけでなく専門部署を作ることによって IT の強化とマーケティングの強化と人材育成の強化を図りましたこれは2012年に先ほどの商品化というものを注力するのにそれまで東京と名古屋と分かれていたチームを一つ名古屋に 約570坪の4階建てのビルを新しく作りましてここに社員ままたたパートさんを集中ししてもらいましたここでやっていることは1番から5番に書いてあるように先ほどの我々が一番大事にしなくちゃいけない診断判定また中古市場でいくらで流通されてるかをもとにいくらで買うのがいいのかいくらで売るのがいいのか。 また、米用の中古品というのは、お客さんに安心して使っていただくために、例えばジュエリーであれば、ネックレスであろうが、リングであろうが、すべて業者さんに出して新品仕上げをしてからお店に並べます。時計であれば、電池交換、もしくは自動巻きの時計であれば、オーバーホールをしてからお店に並べます。そういったメンテナンス。また、 大量の商品を買い取りをするわけなので、安定的に商品化をするコスト管理、また安定的にその商品がどこに出すことによって一番早く売れるか、またどの店舗にどういったお客様がついてて、その商品を待ってくださっているかっていうのを判断し、適正な場所に商品を送るということをやっています。図にするとこんな感じです。今、米表はですね、 一般のお客様から金額でいうと約200億円程度の買い取りをしてます。買い方とすれば店舗で買う、宅配で買う、出張買取で買う、また再自動とのイベントの買い取りをさせていただき、新品も扱っておりますので、新品業者さん、また質屋さんやよっさまがやっているオークションにも参加しておりますので、そういった うちの仕入れたものは全てこの商品センターで検品します。だいたい年間140万点ぐらいの商品を1点1点チェックしています。またここには約120人から130人の社員にまたスタッフに行っていただいて1点1点検品をし、店舗で売る、ウェブで売る、一般のお客様に届けることをやってますと。 またお店に向かないものはオークションにそれぞれ出す作業をやりこの商品センターという体感が一つ強くなったことによって新しいビジネスモデルができました新しいビジネスモデルを作ることができましたそれが2012年に作った米用オークションという会社です店頭で我々が商品化するまでに買取をした後 してからお店に出すまでに先ほどのメンテナンスの期間があるのでやはり2ヶ月もしくは3ヶ月ぐらいお店に出すまでに時間がかかりますそのだけサイト現金ができるサイトが長くなるわけなんですけれどもやはり、えー、店に向かないものもしくは、えー、店で売る以上の商品が集まったときは早く流した方がいいと キャッシュフローの観点でオークション事業を作り、2012年に作って200社ぐらいの参加者の中から、今現在は900社を超える参加者に参加していただき、商品センターという体感を作ったことによって、このような新しいビジネスモデルができ、また、ここで流通させる機能を作ったことによって、オークション事業会社としても、ブランドのオークションの中では今現在、国内でナンバーワンになっていると考えています。 また、先ほどの商品センター、商品化していた人間が売り場が忙しい時に当然応援に行くと。それで売り場は接客できたんですけれども、商品センターだけ切り分けたので、じゃあ売り場が困った時に応援に行く人が誰もいないんじゃないかという問題が当然出てきます。で、専門の教育チームを作って、売や買い取りをする、鑑定をする人間を今まで以上に丁寧に育てました。 今までは、えー、商材ごとの事業部にみんな分かれていたので専門性に特化するためにジュエリーに入ったらジュエリー時計に入ったら時計忙しくても知識がないので応援に行けませんという人たちでしたただ、えー、バイヤー教育をしていくことによって当然買い取りができるだけの診眼力と商品情報を教育するわけなので、えー、売り場が忙しくなれば、えー、コーナーをまたいでフロアをまたいで接客するという、えー 一人で二役三役することによって売り場がより活気を持って活発に動けるようなスタッフを作っていきましたそういった教育とほかにですねやはりあのリユースまだまだお客様のポジティブなイメージを持っている方以外にまだまだネガティブなイメージを持っているお客様もいらっしゃいます そういったお客様にもう今ポジティブな思いを持っているお客様にどんだけ何回も何回も使っていただくかっていうことが大事になりますので CRM の強化を図りましたまたブランドイメージを米表というブランドイメージを上げるためにもリブランディングをかけましたまた後々出てきますが店舗で売るだけの時代から えー、PC や、えー、スマホで買い物をするという時代に変わってきましたので、えー、大都市のいい場所に大きな店舗があって、たくさん商品を売るだけでは、えー、伸びる、伸びなくなってきましたので、えー、オムニチャンネルの強化も図ってきました。えー、今、米尾が一番力を入れているのは、このオムニチャンネルでございます。えー、オンラインを通じて商品を見ていただくと。 商品を見て、えー、ご自宅なのか、電車の中なのか、何か気に入ったものがないかを見ていただくと。で、今、この赤いカートの下にあるのが、えー、最寄りの店舗に取り寄せるというボタンがあります。で、これを押していただくと、えー、2、3日、えー、郵送する時間はかかりますが、無料で郵送させていただいて、お客様が、えー、見ていただくと、楽しみにしていただくと、えー、店舗に届きましたよっていうご連絡をさせていただき、えー、店舗で見ていただくと。 当然我々が扱っているものの売り上げのうちの9割以上は今中古品の取り扱いになりますのでやはり傷の具合ですとかどういった状態なのかを知りたい我々がやはりあのお客様に安心して買っていただくためにも従業員が接客することによって店舗で直接説明をするとそれをやることによって起きていることとすればですね 直接カートに入れて少し不安なまま買っていただくよりも接客を返すことによって購入単価が3倍ほど上がっておりますそういった意味ではやはり安心して買っていただく接客の中でしっかりポイントを説明することによって買っていただくことで単価が上がるということができましたそういった中で商品センターを作った 2012年以降は売上高も伸びてきましたまた先ほどの人材教育を徹底することによって出展するスピードも加速をすることができましたリーマン・ショックの時に我々がやったことは従来のやり方ではもうダメだという課題が出てきましたのでやり方を変えよう今までやった慣れたやり方ではなく大きく変えていこうという 戦略を取りましたこれには大きな不安と反発も社内の中で生まれました約半年1年かけて全店舗を回り3回回りこういうふうに変えるとみんな理解してくれということをやって納得をしていただき組織変更をしましたでまたマーケティングの強化 IT の強化をかけ 約2年間かけ落ちてきた数字を少しずつ上げていくことができました2年間かけてて数字を上げていき業績が非常にまた伸びる時代が来ました安倍政権に代わって非常に景気のムードも株価も良くなって非常にまた追い風が吹いてきました で当時私も代表取締役副社長社長になって前年を抜く前年よりも過去最高の数字を作っていくそれが我々のミッションだという思いが強くやはり前年をどうやって超えるか過去最高を塗り替えれば業界のナンバーワンでい続けることができるということをやはり信じ従業員にも強く言って引っ張ってきましたしかしながらまたそういった 増収増益過去最高を、えー、挑戦すればするほど新しい大きなチャレンジをすることができなくなり、えー、ちっちゃなジャンプを繰り返すことによって本当は大きくしゃがんで大きくジャンプすればもっと伸びるチャンスがあったかもしれないのにそれができなく、えー、なっていました、えー、そういった中、えー、2017年3月期に、えー 米表の約70年の歴史の中で、また上場してから40年経った、あ、ごめんなさい、株式会社になって40年経って、手元にある資料の見返す限り、初めて中間で赤字の決算を発表することになったのが、この17年の3月です。それまでは、そんなこと言われたことなかったんですけれども、やはり金融機関さん、 また多くのステークホルダーの方たちから「大丈夫ですか?」と「米用さん赤字になってますね」「本当に挽回できるんですか?」と非常に外部の方からも心配をされましたし多くの米用の従業員からも心配の声が私の耳に届きましたしかし過去の V 字回復をした経験から 会社に少しずつ変革をするという経験値が上がってきたのでここでもう一度戦略を変更し新たなチャレンジをし結論としては1年で業績を戻すことができました先ほどのチャイナショックで起きたことというのは中国の元が円安になり為替が大きく落ちましたで爆買いと言われてた時代も皆さんの耳に残っていると思いますが 米表の、えー、免税売上げというのは全体の約15%ですので、売上げの15%ですので50億か60億円ですと。えー、どこか最大で15%、60億円がゼロになっても、えー、それほど、えー、赤字になるほどのインパクトはないと思ってましたが、売上げは半期の時に約9%落ちましたが、営業利益は赤字になりました。 それはインバウンドの中国のお客様っていうのは約半分なんですがそれにより高額品が売れなくなったという事実で免税売上も落ちたんですけれども我々が過去最高に挑んできたことによって免税で高いものが売れる中国のお客さんは高いものをたくさん買ってくれるという少し間違った曲がった意識が芽生えてしまったので一番怖かったのは下の段ですね。 国内のお客様のニーズに合わないものが店舗のゾーニング店舗の売上構成の中商品構成の中で常連様に向かないものが知らず知らずのうちに面積を増やしていたと。免税の売り上げが落ちるだけじゃなくてそういった時だからこそ常連のお客様にご利用いただきたいという思いがある中欲しい商品が店に並んでないという現象が起きました。 1> 第1四半期、4月から6月の第1四半期の段階で赤字になるんではないか赤字の決算を出すことがほぼ見えてきましたのでそこで我々が判断したことは、えー、まずは、今一度ここ数年来うまくやってきた成功要因を捨てよう過去を断ち切る勇気を持ってまた変革をかけよう。 えー、スピーディーな、まずは止血をしなければ、血がだらだら流れてた,ま,たままだったら、新しいことは何もできないと。えー、そういった意味で止血をまずすることを、えー、決断しました。で、えー、プロジェクトを後々組む,な組むわけなんですが、私がプロジェクトの最初にみんなに、えー、お願い、指示したのは、えー、3月の決算の時、絶対に赤字にしない。また、 社員は誰一人リストラをしないこの2つ以外であれば当然悪いこと法に背くこと不正は良くないそれ以外のことだったら何を提案してきてもいいということをプロジェクトのメンバーにお話をしプロジェクトがスタートしました16年の8月から半年間かけて事業再構築のプロジェクトを組みその プロジェクトの中から出てきたことは、えー、この世の、えー、成長の中に出店をしていくということを、えー、大きくみんなに、えー、話してました、えー、その、えー、過去に出店してきた店舗の中で比較的数字が、えー、また収益が出にくかった、えー、店舗を10店舗占めると何年も何年もかけて苦労して出店し 10人も店長が作れた。10人も店長になったって、家族に喜ばれたっていう声をいただきながら、私がやった判断は、その方たちに一人ずつに話をしに行き、申し訳ないけど店長職から降りてくれという説明をし、10店舗を閉店するという判断をしました。当然、従業員は不安になります。ただ、10店舗閉めるんですが、代わりに 出した戦略は、えー、大型店舗3店舗出すと、えー、そう床面積は3店舗に切り替えることによって、えー、10店舗を占めるよりも大きくなるとやりたかったことは、えー、小さな店舗10店舗を、えー、3人から4人でしっかり守れる、えー、若手の中堅のエース級の、えー、店舗を任せれた社員を大型店に集中させる 新しく出した店舗に分散していた人また在庫を集中させることによって早期で回復をさせようとまた先ほど説明させていただいた日本人のお客様に少し魅力がなかった商品を入れ替えようと従業員の声を拾っていくと確かに100万から300万単位のものは免税のお客様がたくさん買ってくれますとただいわゆる よく来てくださる日本のお客様はえ買っていただくもしくはこれ見せてって言われるのはえ5万円から10万円ぐらいの商品ですとえまたえ時計に関しては単価が少し高いので30万円ぐらいの商品が一番の人気商品ですよということを教えてもらいましたみんなに任せる中でこうしたらいいんじゃないかってアイデアがたくさん出てきました そういった中でまずはそういった該当商品の買い取りを強化し店にあった動きが悪い売れにくいものをオークション等々で処分をし在庫の入れ替えを半年間かけてやりましたまた従業員の不安を取り除くために今まで年に2回従業員に決算の報告に回ってましたが市販機ごとに当・名・半の大型店 またそのエリアの責任者を集めて今こういう状況になっているということをみんなに説明をし現場が不安にならないように何とか会社を支えてほしいということをお願いしてまいりましたチャイナショックで我々が出てきた課題は外部環境の変化によって免税の売り上げが減速するまた大幅に客単価が落ちると。 また我々が経営陣として売り場を見ていたつもりが現場をしっかり把握できずにピンボケした意思決定をしてきたことによって店舗が少し崩れてきたその商品構成のギャップを早く修正しようという課題解決に走りましたで対策は先ほどの10店舗の閉店また大型3店舗の出店人物を集中させる 在庫の洗い替えによっていつも長年米表を楽しんでいただいたお客様にもう一度戻ってきてもらう休眠客離脱になってたお客様を CRM を回していくために再来電をしっかり促していくまた現場である従業員が不安になり下を向かないように現場に回り現場を回りしっかり盛り上げていくとそういったことをやり なんとか1年で V 字回復をすることができましたこれからは72年の米表をどうやって100年の企業に持っていくかそれが私のミッションだと思ってます今現状46歳でありますのであと30年後には70あ100周年が来ますただ現役じゃない可能性もありますただ今新卒で取っている 若手の社員また30代の社員というのは100年にににななっった時にエースててくれているはずですその子たちが社長が変わろうが経営陣が変わろうが安心して米表というところで生計を成り立たせるためにはやはり100年企業になるためにどういった準備をしていくことかが今経営を任されている我々のミッションだと思っています。 100年企業に向けて今取り組んでいる3つのキーワードはグローバル、リユーステック、人材育成。この3つです。ここを今から説明をさせていただきます。まずはグローバルです。2 0 1二年にあ、ごめんなさい、二千十3年に香港米表を作ることによって海外の同業他社さんとの商売が始まりました。 国内の米表のの米免税売上げで売上でれるものまた香港でバイヤーさんが仕入れていくものそれを見ていくことによってその国々のお客様のニーズやその国々のリユースの発展具合を調査をかけてきましたまた個別に国を調査していくことによってやはり海外は昔の日本の リユース我々が20年前にやってきたリユースをもう一度タイムマシンに乗って向こうに持っていけばまたそこにはしっかり花が咲く畑があるんじゃないかという判断をしましたそういった意味で17年の6月北京に合弁会社を作りまた昨年の9月に北京にラクストーリーという屋号でお店を出すことができました また17年の10月上海に独自の子会社を作りよりフットワークよく中国でリユースを展開する事業をスタートさせましたまた目標は目的は中国の現地でしっかりお客様から買い取りをして中国のお客様に買っていただく我々が目利きができる 診断判定ができるという強みを持って中国にその技術を伝えることで現地で自給自足がまたできるんじゃないかという判断をしましたまた新たな国として昨年の7月に財閥サハグループという財閥と業務提携をしまして先日6月にですね年末ですね会社も作りましてタイのバンコクに リユースのお店を出そうというところで今動いておりますリユーステックこれはあの我々は勝手に言っている作った言葉です IT だとか AI だとかやはりそういったテクノロジーを使わずして発展は今難しい状況にあると考えていますそういった意味で米をらしいリユーステックというものを作っていこうというところで今開発をし進めております 一つは2017年の11月に作りましたカンテという C2C のアプリをローンチしましたこれは今皆さんもよく使われている方が多いと思いますけれどもメルカリさん含めた C2C が発展しリユースを今大きく変えてっております我々がお客様にアンケートを取ると 約7割のお客様がやはり高額品を C2C で購入するのが怖いえなぜなら自分にその目利きができないえ商品チェックする前にいきなりお金を払うのは怖いいろんな意見が出ましたそういった中で我々が社会に貢献できる一つとしてえお客様が購入する前に商品の心眼判定を込めようがしますというサービスを入れたカンテというアプリを ししましたそれをやることによって出品者さんまた購入する人購入する人が鑑定ありという米表のサービスを選んでいただく方のものを米表がチェックするわけですその中で鑑定した商品のうちの約1割は米表ではお店に置けないものいわゆる偽物というものが出てきました。 1000人のお客様が購入したいと言っている中約100人のお客様がこれ偽物ですというものが米用が発見することができ未然に防ぐことができましたただ我々米用としてはすごく価値があることをやっているサービスなんですけれどもこれは売買が成立していませんので手数料も何も入りませんただ米用という会社がお客様に 間違って偽物を買ってしまったっていうことを未然に防ぐことがお助けできるのであれば会社としてやる意味があるいずれそういったお客様は米票を信頼してくださって中古あの米票でも米票だったら信頼できるということを思っていただけるんじゃないかという思いでやっておりますまたリユーステック AI の今研究開発をしております シンガポールの会社さんと今そのシステムを構築しまして約半年間でプロトタイプのものができましたそのプロトタイプを見ていく限りルイ・ヴィトンのカバンであれば約96%か7%は機械を商品にピコピコピコと当てるだけで10秒ほど待てば心眼判定ができるようになりました これは先ほどの体感を強くするために作った商品センターで140万点点点の商品を一点一点見ていると当然時には参考資料としてまた場合によっては今まで見たことがない偽物が店頭買取の持ち込みがあればあえて買うこと間違って買うこといろいろありますなのでそういったものをデータに AI に教えることによって AI のレベルが上がっていくと。 それはその商品センターというところがある米用だからできることだと考えています。で、これはなんでやるんだ別にこの米用が最先端に行ってますってことがやりたいわけではありません。やりたいことは買い取りのプロセスをしっかり効率化すると。やはり鑑定をしているバイヤーも人間なので焦ればどん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 ミスも出てしまうし焦ると。 また、米用のバイヤーはやはりお客さんと接客がしたくて米用に入社しているとゆっくりお話をする時間もないという慌てた商売を作業をさせるわけではなく機械を使って空いた時間はお客様に安心して信頼して米用を使っていただくために接客トークをするまた、教育鑑定教育バイヤー教育の時間をより短くする。 先ほどの海外の展開をしていくことで起きることとすればどうしても海外のスタッフの皆さんはやはり転職が激しいそういった方たちに半年も1年もかけて一生懸命診断判定を教えても転職してしまうというリスクがあり我々はそういった意味でそのリスクヘッジをするためにも AI を研究開発していこうと。 従業員を減らしたいわけではなく、従業員の働き方の変え方、働きがいのプラスになるために、今 AI を研究しております。で今、我々が人材として大事にしていることは、やはり挑戦する風土というものが米表の強みです。 長年の歴史の中、誰かの手柄とか、そういったことではなくて、会社を変えていこう、成長していこう、みんなでやっていこうという大切な風土がこの世にはあります、えー。そういった意味で、えー、自分どころの予算を達成する、もしくは目標に向かって、少しのジャンプの105%の予算を達成することだけに執着をするのではなくて、大きな挑戦をみんなでしていこう。120%の挑戦をみんなでしていこう。 ということを大事にする風土がありますので、こういったことを、えー、継続的にやっていく社員をそ、えー、られていきたいと考えております。で、一つ我々がやっている、えー、社内コミュニケーションの中で、個人的には非常にいいなと思っているものを一つここで紹介をしたいと思います。あの、毎年5月にコメ兵は、えー、社員と準社員、えー、全員を、えー、名古屋に集めて、1年に1回、 今期の経営方針、グループの経営方針が、経営方針は私が喋り、各グループ会社の社長は、それぞれの会社の方針を喋るという経営発表会というのをやっています。ただそれはあくまでも経営陣がある意味一方的に考えた経営判断を社員に発表しているだけの会になりますと。で、これは何をやってるんですかってなるとですね、後半、我々が発表した経営方針、 またやり方に対して質問があればしてくれと壇上に役員また各部長経営人が座ってますまた小さな写真は昨年の場合は社員従社員が688人集まってますのでここで質問がある人手を挙げてくださいってやります ただ688人の前で上司も見ている前で刑事に対して、すいません、社長質問です、す。手を挙げらられれる人っていうのは限られますで、えー、直接手を挙げることも当然いいですし手が挙げにくい人は、えー、メールアドレスを作ってるんでスマホで、えー、メール送ってきてっていうことで我々が一方的に話したこともしくはそれ以外のことでもいいんですけれども従業員が困ってることを相互のコミュニケーションを取ることによって、えー 従業員と相互あ,のある程度のこう意見交換をしますでこれは時間にすすれば30分ぐらいいしかでできないんですただ従業員に今回の経営発表会3時間とか4時間やるんですけれども一番良かったこと何っていうことを毎年聞いていくと私の話とかどこどこの社長の話っていうことは全然上に上がってきません。 一番上に上がってくるのはこの従業員総会で、えー、役員や部長が一生懸命答えてくれたと質問に対して新聞館の答えが返ってきたけど一生懸命答えようとしている姿勢は分かったとまた、えー、細かいことは私もそうなんですけど突然聞かれて答えられないこともあるんですね何年か前に、えー、お母さん社員お子さんを預けて働いてくれてる社員のお母さんから社長すいません 小学生の壁があるんですが時短の勤務に対して何か制度を変えてくださいということを言われました。で、えー、社長宛ての質問だったんですが大変失礼ながら私がその小学校の壁という言葉を知らずにうまく答えられない。 ちょっとちゃんと調べてから答えるからら、答答ええる事務局に答えを、ちゃんと質問の意味を聞いてうちの人事制度を確認して事務局に答えを出すからちょっと時間をくださいっていうことをやったりえまたえ違うことを質問されて役員が少しすぐ答えられないことも答えられることもあります。そういったたみんなが出してくれた質問、意見 に前向きに捉えて、こちらからもちゃんと意見交換を求めるよっていうことをやっていくことによって、風通しがいい社風ですとか、みんなで挑戦するぞという風土が作られてきたと感じております。これはまだやって3年ぐらいなんですけれども、非常にいいコミュニケーションだと思っています。 それも、えー、ただ単純に意見交換をすることだけにとどまることなく最大の目的はやはり米表の会社を信じて入ってくれた従業員さん米表を信じて大事な息子さん娘さんを預けてくださった親御さんたちへの恩返しのために当然離職率を下げたい米表を嫌だから辞めるっていう人をなるべく少なくしたいっていうのが私の思いであります。 それは、米王の経営方針とはまるっきり関係ありませんが、我々、米王は石原家というファミリービジネスのもと営業させていただいているのは従業員も承知の上です。その石原家の家訓の中に、第一条、従業員は家族のように接しなさい。その言葉があります。それは、四代目である私にも脈々,脈々と伝わっており、従業員をなるべく辞めない。 また、米票で頑張って稼いだお金で少しでも親孝行をしてほしいという思いのもとやっているコミュニケーション、それが離職率を世間一般に厚生労働省の数字を見ると11%前後ぐらいが年間離職率のようなんですが米票はなんとか4%ぐらいでとどめることが今、ここ何年間かはできております。で我々が目指していくものは 健全なリユース市場を作っていくえ米用だけが良くなりたいえっていうだけではなく健全に安心して使っていただけるリユース市場を作っていくためにえ米用ないし米用スタッフはやはりお客様と接客を介していくそれをしっかりやっていきたい。 本物偽物中古だから壊れたね壊れないねっていうことをお客様に感じさせないクオリティにしてからお客さんに商品を持って帰っていただきたいとお客様の帰り道を笑顔にするというのが我々のクレードにありますがそれが米洋が目指していることですまたリユースをもっと身近にしていきたいもっと安心して使ってくださいっていうのも一つ我々がやっていくミッションです。 この53ページの円グラフを見ていただきたいんですが業界紙が出している数字ではいわゆる新品市場に出回っているもののうちリユース市場で中古売買されているものはまだまだ4%ぐらいって言われていますたくさんのものが当然使われているものもあれば買ったけど使わない飽きちゃったから使わないタンス資産になっているものが たくさん国内に眠っていますそれを安心して売ること安心して査定に持っていくことができる市場が我々が少しでも作っていければ物という資産を現金に変えお客様がその資産の中で違う豊かな生活を送ることの少しでも手伝いができればと考えております。また最近の中では 交流業界が激減する中、百貨店さんとのコラボも進んできました。やはり少子高齢化が進む中、どういったお客様をつかんでいくか、お客様にご利用いただくかということが大切だと思っております。いろいろ小売業界激しい変化の中、どことコラボレーションするかも、米王は大事にしております。百貨店さんでの販売の採事をさせていただいたり、 外相様と同行させていただきたくさん持ってるんだけどお家に置いてあるだけで使ってないんだよねっていうことを我々が現金化することによってまた百貨店様で何か新しいものを買っていただくというサイクルを新しく生んでいきたいと思っております。また昨年の10月古物営業法という法律が変わりました。 今までは営業登録されている営業の店舗もしくはお客様個人のご自宅そのどちらかでなければ査定をさせていただき金銭授受,受をすることは法律上認められてませんでしたただ法改正によりちゃんと登録をし警察が、えー、警,警察許可が下りたところ約45日かかりますが許可が下りたところであれば 買取をやってもいいいよという法律に変わりまえたそれにより我々が外に出向くことによってお客様がいつも行く場所に我々が出向くことによって先ほどのお家に眠っている商品をもっともっと現金化することのお手伝いがしたいというのが思いです。 え米田コーヒー様と組ましていただき、えー、約3週間ぐらいやる中で「あそんなことやってんのじゃあ明日またモーニング食べに来るからその時に持ってくるね」っていうお客様が持ってきていただいたものが使ってないしこれゴミになるんだよねと思って持ってきた商品が我々の査定額で三十数万円になり喜んでいただき、えー、毎日のようにご利用いただくお客様も増えました。えー、また高島屋のゲートタータモールさん やらさせていただきたくさんのお客様が百貨店に来ていただいているようなお客様がご利用いただきました、えー、我々が取ったアンケートだと米表は知ってますただ行ったことがありませんまた初めて自分のものを売りますよっていう方が7割ほどいましたやはりまだまだ開拓する余地があるという判断をしましたよって今期、えー、来期も、えー、こういったことを積極的にやっていきたいと思っています で繰り返しになりますがえ我々がやってきた変革のポイントっていうのは複雑なこことととをシンプルにすす。ることだと思いますえ戦略の中でやることやらないことを決める決めたからにはやりきるまでしっかり挑戦をするやる任せる人を決め権限以上もする責任を持ってもらうことによってよりその人たちがやりやすい仕組みづくりをしっかりしていただく。 えー、そういったシンプルを明確シ,ンプルなシンプルにし、えー、明確化することによって従業員一人一人が自分で考え自分で動いてくれる、えー、チームになってきました、えー、過去は大きな店舗が、えー、大都市にあればお客様が自ら来てくださって物を売っていただき買っていただく時代がありましたただ、えー、業界の成長とともに競合は増えてきて 街の真ん中でで待ってているだけははお客さんは来くくれなくなりました,またテクノロジーというものが発展することによって今スマホで洋服を買うことが普通な時代になってきましたそういった環境の変化に我々がどうやって寄り添っていくか変化にどうやって対応していくかが求められておりますまたテクノロジーだけでなく 優秀な人材もしっかり育て将来は日本の人口が減ってきても海外でリユースのビジネスをしっかりやり米用が長年培ってきたリユースというビジネスを海外でも展開していきたいと考えておりますそして米用が100周年を迎える頃にはリユースといえば米用だよね また自分が持っているものを売るのはもう当たり前だよねって思っていただけるような社会を作っていくそれが米オが長年生き延びていく企業価値の向上だと考えております米オは、えー、約30年前私が高校生だった時に約50億円の売り上げ、えー、約30人ぐらいの社員でやっておりました 私が社員になった20年前売上高が100億円ぐらい100人ぐらいの社員でやっておりました今70年を迎える72年を迎える米洋は今期の目標でありますグループの売上合計で500億円を目標にしております数々の先輩たち その時代時代を守ってくださった先輩たちが着実にビジネスを育てていくまたお客様から信頼を集めてくれたことによってその財産でメ表は成長しておりますよって100年企業にするためにも我々が今その財産を有効に活用しより将来の未来のうちの策のために明るい未来を作っていくことが今の我々のミッションだと思います。 思っております。そして多くのお客様に米表で買って良かった、売って良かったと思っていただけるような米表という会社も、これからも作っていきたいと思っております。石原さんありがとうございました。ありがとうございました。あ,したあのもうあのお話いただいてる中で、すでに会場からの質問が何度も20件を超えているという、えー、聞きたいことがたくさんあるみたいですので、私の方からは、だ ちょっと一部一部を手短に聞いてからできるだけ早く会場の方の質問の方に移らせていただければなというふうに思っています。で、えっと名古屋のお店ですね。ちなみに会場の皆さん名古屋店行かれたことがある方どれくらいいらっしゃいますか。あ、かなり行かれていらっしゃいますね。<laughs> あのー、私初めて行った時に実はのうちのスタッフと一緒に初めて行ったんですけどもその時に、あのー、本当に何かこう米表さんに行ってるというよりもセレクトショップに行ってるみたいな感じの雰囲気で,ですごく印象的だったのが一緒に行ったスタッフが、えー、あの靴を見てたんですよね靴のコーナーがあって。 でまさにデパートでお買い物してるかのように靴を見ていてで彼女が本当に自然に店員さんに発した言葉がですね「とサイズ違いありますか24センチなんですけど」とかって普通にあの聞いてるわけですよ。でもあのリユースだから別にそのサイズが全部揃ってるわけはないんですがだからそれがこう理解できないといかごくごく自然にサイズ違いがあるんじゃないかっていうような感覚を持ってしまったぐらい、まあ、すごく本当にあのセレクトショップ なのでなんかすごくそのこの先ってこんな風になっていくんだななんてことをすごく私自身もあ,のある意味価値観の転換みたいなことを感じたわけですがまさにその昔からいわゆる何でしょう買い取って売るみたいなところの,あ,のある意味質屋みたいなところの昔の概念があってでまさに今リユースっていうことで概念がガラッと 転換している時代その時代をずっと引っ張ってこられたのが米兵さんなんだろうなというふうに思うんですけれども、まあ、石原さん実際、えーまあ、20年前から経営をしてこられてなんかそういった世界観というのをどれぐらいの時から目指されていたりとか、まあ、イメージされてきたりとかあるいはおそらくご自身でそういうふうな世界観を持つっいう,ようなところを引っ張ってこられた部分もあると思うんですが、まあ、その辺りのご自身としての一思的な部分をお聞かせいただければなと思います。 えと私が米用に入ったのは20年前なんですが先ほどもお話しさせていただいたようにあの私は米用の一族として生まれてますので生まれた時から米用という会社を見てきましたそういった中で、えー、ブランド品を扱っている米用っていうのはそれこそ20年ぐらい前から始まってましてそれまでは家具家電であったりテレビやそれこそ仏壇であったり何でも売ってる今でいう総合リユースの商売をやってました そういった中でやはりあの中古品に対するイメージっは決していいものだけでなくまたブランド品にシフトしていった時も、まあ、子どもなのでどうしても友達同士も残酷な言葉を使いますお前んとこの商品壊れるだろう偽物じゃないのかっていうことをやっぱり言われる時ってありました私が今それをモチベーションにしているのはそういったことを今のうちの従業員の子どもたちに言わしちゃいけない聞かしちゃいけないそれが 当時小さい頃私が言われてショックだったことを今の従業員の子どもたちに感じさせないためにも先ほどの一点一点検品をする福岡で買ったものも広島で買ったものも横浜で買ったものも名古屋に全部送るお金もかかるし無駄が多いと思うんですがお客様に安心してもらったり働いている従業員のためにもそこは真面目にやっていきたいというのはやはり常に感じながらやっています。 これは本当に子供の時に受けた少し、えー、傷ついた思い出が一つのバネになっているのではないかなと思います。実際今ガラッと、まあ、メルカリさんみたいなところの部分も入ったりしてまあ、さにリユースっていうことがなんか昔はえ中古品使うのちょっとなんか誰が使ったか分かんないし気持ち悪いなみたいな感覚もあったのがもはやなんかこうえ新しいの買っててなんかこうなんかそれって もったいいななくないというかもっと賢い消費者になればみたいなむしろそういう価値観の転換みたいなのが起こりつつあるんだろうなというような感覚を持ってるんですがなんかまさに石原さんはそのリユースっていうものをもっとこうすることによって、まあ、地球環境みたいなことに関してもあとその賢い消費者みたいなところに関しても多分貢献されたいという部分もあるんじゃないかなというふうに思うんですがただまあそういった部分について目指されている世界観だったりとかっていうのを、えー、少しお話聞かせていただいてもよろしいですかはい あのやはりあのリユースあの我々はあの一般のお客様に取ったアンケートの中で代代から50代の方ににったた。アンケートが過去にありましたでそのえ女性の多くのお客様が、まあ、いわゆる半分がですね50%の人が、えー、売ること、えー、リセールすることを考えて買い物をしてますという人が非常に多かったと。 それはメルカリさんであれ何であれやはり今中古市場でいくらぐらいでっていうのがすぐ分かると思いますので時代的にそれを見ながらじゃあ大体これぐらいで売れるんだっていう買い物の売り買いの楽しさを感じてから買っていただくお客様も増えましたし新品での値下がり率よりも当然中古で買ってからの値下がり率の方がギャップが少ないわけなのでそういった意味ではお客様の思考が えー、このな努力だけではなく同業他社さんの頑張りやメルカリさんが出てきてくれたことによって広がってきたんじゃないかなと思いますので非常にまた恵ままれた環境に今なっていいると思います私が記憶する限りメルカリさん以前よりも、まあ、石原社長がずっとこうやはり。 リユースっててことを言われ続けて、まあ、ある意味その時代の価値観を転換させる社会の価値観を転換させるってすごいことだと思うんですよね <laughs> こんなけの人口がいる中で,でそういったことの意思を持たれてこうその実際それを目指していけるある意味ビジョアリーに考えながら目指していける原点、まあ、先ほど少しおっしゃった部分もあるかと思いますがなんかそういうリーダーシップを取っていく上ですごく大事にされていることとかご自身が意図的にやってこられたことどんなところがありですか そうです、ね、あの偏見とか自分の思いだけじゃなくてですねやはりあの、えー、と私の祖父,父にしてもですねあのビジネスモデルとすれば素晴らしいものだと思っているとただ、えー、米用に入ってくれる従業員例えばどちらかの百貨店で働くか例えば米用で働くか。 であれば、親御さんや親戚の気持ちを考えれば当然百貨店で働く方が気持ちいいだろう。ただ我々がそういった中で誠実に堅実に商売をしていく中で少しでも中古市場の価値が上がれば市民権が得てこられれば従業員さんたちは社会を変えてきたという思いでよりモチベーションが上がるんじゃないかということはやはり私も小さい時から言われてました。 なののでその偏見だとか私がないか言われたというよりもファミリーでビジネスをやってきてよかったなと思うのは歴代歴代の社長たちが悩んで苦しんできたことを乗り越えるチャンスを小さい時からきっかけを植え付けていただいてたのはある意味今の私の思いやモチベーションになっているんじゃないかなと思います。 でそんなところも牽引されながら、そして先ほどのお話もあったように、いろんなこうリーマンショックとかチャイナショックがあるたびに、まあ、社内をこう強く引っ張っていかれているリーダーシップを発揮されていると思うんですけれども。 とはゆえやっぱり普通普通っていうか、まあ、普通じゃなさそうですけど人間なのであのちょっと心折れそうになったりとかうん,なんかこう大丈夫かなこの意思決定とか思うこともあるんじゃないかなというふうに思うんですがそういった時にまあ,あのそこまでの大きな意思決定じゃなくても会場の皆さんもなんかこう自信のない中でそれでも何とかこう自分を鼓舞しながらやっていかないダメなポイントってあると思うんですがなんかこうご自身の中で意図的に意識されてきたことだったりとかなんかこう,こういうふうに考えてきたとかなんかそういったところについてお聞かせいただければ あの私がこのうに入って今社長という役職をいただいてるんですがえ恵まれていることが一つ,つ目はえ代表取締役である社長の私に対して、えー、みんなが遠慮なく意見を言ってくれる風土があること先ほどおっしゃっていただいたように当然悩むこともあれば怖いこともたくさんあります。 だけど、えー、たくさんの従業員が、えー、いっぱいたくさん悩んで考えてくれてこういうやり方もありますああいうやり方もありますということを的確に私に教えてくれるという、えー、恵まれた環境、えー、またあのやはり、えー、そういったいろんなことに挑戦していこう変えていこうという風土がありながらもあの 私もそうなんですけど、えー、とこういったビジネススクールに来て、えー、少しフレームワークを覚えてこういう分析ができるよねっていうのは確かに分析をしてうまく論理的に説明をするということは近道うまくできる説明できるという近道かもしれませんけれども最終的には僕は商売をやっているので商売は僕はもう最終的にはもうパッションだと思っている部分が強いと。 どんだけうまくいようが最終的に現場で叩きき上上げててがったたスタッフいいううののはこよにたくさんいます私も現場経験で少しピンボケしてるかもしれませんが現場でやってきた自負があるので最終的にはみんながお客様のことを思って発言してくれるその商売人としてのパッションがあるというのはやはり私に意見を言ってくれる文化。 また叩き上げでみんなが上層部まで経営陣として上がってきた人材育成という2つにそういった要因があるんじゃないかなと思います。あの私の意見を言ってくれる文化 みんな多分経営者ある程度のポジションになるとそういう文化を作りたいなって思うと思うんですが、とは言ってもなかなかこう、さね、ポジションの差もあったりとか、まあ、当然自分の評価者であるってことだったりとか、そういうふうな文化を作りきれない場合もあると思うんですが、あえてそれについてそういう文化を維持し発展させようとするために、石原さんが日常的に意識されていること、多分とてもコミュニケーションも取られる、さっきの社員の集会みたいな話もありましたが、それ以外にもう少しこう会場の皆さんに こういうことも意識しているよとかあればぜひ教えていただければなと思うんですが、なんかあの意識してるかどうかはわからないんですけれども、あの本当に恵まれているなと思うのは、従業員が風通しをよく向こうからしてくれていると、あの私を煙たがるわけでもなく、非常に近い感覚で付き合ってくれると、でまあ雑談になっちゃうんですけど昨日もある従業員の送別会がある場所でありましたと。 も僕は10時ぐらいね。したら「社長すいませんこんな場所来ちゃいました」っていううちの近所の僕が行くすごい安い寿司屋さんで30代ぐらいのメンバーが男女合わせて8人ぐらいで「写真撮ってます」と「今ならまだ間に合うけど来ますか?」っていうメールを普通にくれたりするんですね。で僕はは明日はちょっとグロービスの やつの練習しなななくちゃいけないいけけから今日はいけないということを普通にできる関係をみんなが別に言わなきゃ済むことなのに決めたがらずに作ってくれてるのっていうのは私だけじゃなく私以外の役員も、えー、部長たちもそういうムードを作ってくれてるコミュニケーションしようみんな飯食いに行こうっていうことがあの今流行りじゃないかもしれないですけど飲みケーションも普通にあることが小宮のちょっと、えー、古い。 アナログな人交流かもしれないなとやす、ね、いや、そあか、なるほどと思ったのはある程度やっぱり大きさになっていくと周りにいらっしゃる経営陣の方がとは言っても社長なんだから立てないととか社長なんだからそんなん言ったら駄目だよみたいなことをやっぱ言われちゃったりとかして少しこうギャップが生まれていく場合が多いので、まあ、逆にじゃあ今度は経営陣の皆さんと石原さんを支えられる経営陣の皆さんと、まあ、そういった文化を維持するためになんかこう意識的にされてるなコミュニケーションっていうのはありますか 多分ですあの私に一番気を使っているのは現役の役の員です。年が離れた、えー、部長たちじゃなく、えー、会長時代から私の前3代目社長時代あの私のおじさんが3代目の社長をやってたんですがその、えー、ボードメンバーの人の方が私に多分気を使ってくれてます。 それは私とマンツーで一緒に飲みに行ったり話すことっていうのは会議室だとか社長室だとかそういうところではあるもののハメを外して一緒にどんちゃん騒ぎすること今まであんまりやったことがないのでそこの方が遠慮してるような気もするのであのなるべく我々も私もその人たちを立てながらも当然年上なので立てながらもより私に近い風土に変えていこうという努力をする部分もありますけれども。 その人たちができない部分を下の執行役員や部長たちがやってくれているのがあのもっともっと下の若手にはうまく伝わっているんだと思いますありがとうございます全員でやっぱり文化作られているんだなという感じがしましたけれどもあとやはり今まあ変化し続ける経営ということで今すごくやっぱりある意味第四次産業革命っていうふうにも言われていますし もああもなくもう平成も終わろうとしますしやっぱりいくつもの時代が一気にこの10年20年でっていうぐらい一気に来てるいろんな変化が来てる時代で特に AI とかの影響も大きいと思うんですよね。でとは言ってもやっぱそういう変化は来てるけれども会社にそんなノウハウもないしなかなかそういった転換をやっぱり躊躇している企業とか変転換できない企業も非常に多いと思うんですがなんかこう新しいものをどんどん取り入れていける会社と。 残念ながらやっぱそういうふうなところにいけないところと何が一番違うと思われますか、はい、あの違いの明確なギャップは分からないんですけれどもあのさっき米尾があの大事にしていることの一つでやはりあの任せることっていうのをお話しさせていただきましたけれどもその AI に関しても、えー、先ほどのオムニチャンネルに関しても、えー、マーケティングに関しても今 私が直接やってるだととかか私が何か開発していますすうことはほぼゼロですやるやらないこんなげのお金を使ういつまでにやるっていうのは当然役員会決議事項で上がってきますので決めるのは私かもしれませんがやってくれてるのはそういったところに近いもしくは一生懸命努力をしてくれてる現場のメンバーがやってくれてます。 なので私が行ったからやりますというよりはこういうのあるからどうっていう提案の方が非常に多いなと思いますのでそういった意味では多面的な経営感覚を持ったメンバーが周りにいてくれるのが非常に成長させている変化させている要因だと思います。そういうういいメンバーを育成さされれるるためにに意識的にされていらっしゃることっていうのは どんななことになりますかいや先ほど聞いてね店長を作るっていうのはある意味リーダーを育てて任せるポジションを開けていく店舗拡大っていうのは単に成長その売上の成長っていうことではなくって人の育成で、まあ、そのポジションを任せれる人を作るために店舗をあえて必要なくても任せれるポジションを作るために開けるっていう考え方もあってもしかしてそういう考え方も悪いりなのかななんてことを思ったんですけどもそのあたりも含めていかがでしょうか。 あのもう当たり前のことだと思うんですけど、もう何ですかね、もう任せてやらせるしかないと思うんですね。で悩んだ中まあ悩まある意味言葉選ばずに言えばですね、悩ませればいいと思ってます。誰だって悩む、僕だって悩みますし、みんなも悩むんですね。ただやることを決めてやって結果がついてくるもしくは少しずれちゃった時にどうやって周りがサポートしてあげるかというチーム力が大事だと。 思いますのであの全部自分がやるだとか信頼できないから部下に任せられないっていう人はこの世では評価されないですあの自分よりも後輩が当然いて自分が成長してきたよりもより早い時間で自分を抜くぐらいの後輩を作れない。 人っていうのは、きれいごとかもしれないですけれども、私はやっぱり評価しない。な自分がやってきたよりも、より近道で、その子たちをサポートして、えー、彼らを、成長できないんであれば。先輩でやってきた意味がないと、やっぱり思うんで、そこは、あの、任せて、やらせて。もう折れちゃう前に、助けに行くぐらいのことだと思います。なる,なるほどね。でも、かなりさ、明確なポリシーでいらっしゃいますよね。<laughs> ありがとうございます。 なんか今まさにこの時代の転換点の中でこの先チャレンジしていかれようとするところと、まあ、語れる範囲で結構ですので少しお伺いできればなというふうに思います、はい、あの今現状30今が36店舗で買い取りをメインでやっていく店舗を10店舗ぐらい増やしていきたいなっていうふうに今日日のもともとですね先ほど10店舗米用は店舗を閉鎖しましたっていう前は41店舗ありました。 えー、私自身は店舗数が多いっていうことは何の価値もないと思っているので従業員ががががやりがいいがあっっっててて働ける環境を何個作っていくかのが大事だと思っていますそういった意味では育った社員がちゃんと自立して自分で店長業務を請け負ってしっかりそこで意思決定をしてお客様に喜ばれる店を作るということをやれる環境を作りたいなと思うとやはりたくさん買ってそれを売る。 利益を得るっていう商売をやっているんですけれども、やはりより成長していくためには従業員のやりがいまたシェアを取っていくために店舗を出していきたいと。なので、どん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 チャンスがあるのであれば店も増やしていきたいですし、ただ意味がある店舗にしていきたいなと思うので、あのなんとか成長をかけていきたいと思いはい。あのちょっと記憶が間違っているかもしれませんけれども、えっと我々がリユース 業界協会を作ったのは2009年でその時っていうのはまだまだ市場規模とすれば今は1.7兆円って言われてますけれども当時時は5000億億円円だととか億円って言われてたた代でしたともっともっと広げていくためにはお互いが強豪だ敵だって喧嘩して足を引っ張り合うよりも当然隣に店があれば競争にはなるんですが当時上場してた旧社が手を組んで作った団体。 で我々がどうやって真面目に商売をやっていくかによって業界を広げてからシェアの取り合いって始まるよねって言いながらやってきた部分がありますのでそういった意味ではまだまだ1.7兆円 では、えー、そこに至っていないと思ってますので、米用も当然500億円で満足することなく成長はしていくんですが、業界全体としても1.7兆円で満足することなく、もっと発展できる、先ほどの4.4%からそれが広がれば、いくらでもチャンスがあると思ってますので、そこは、えー、業界がまだ敵だ、なんだっていう問題ではなくて、よりお客様に身近に感じていただけるような、えー、形成をしていく時代かなと思っていいますありがとうございます。 とかって話している間にですね、なんとびっくりすることに、えー、質問が五十三個も会場から来ていますので、ちょっと早めにですね、会場からの質問を受けあの受けてっていうかこちらの方で確認していく時間にしたいなというふうに思います。まず、えー、たくさん皆さんからボートもしていただいているので、えー、一番十四票ある十四票十五票になりました。米兵さんがやらないと決めたことは何でしょうか。はい、あのやらないと決めたことは。 あのまあ、いろいろあると思うんですが我々がよりコアコンピダンスにかじ、えー、を切っていくためには、えー、過去にやっていた、えー、テレビ、えーあのまあ、家電製品ですねいわゆる家電製品ですとか、まあ、生活雑貨みたいなものをやめましょうとお客様がより、えーまあ、ステータスが上がるものブランド品ですとか今ブランド品以外にも、えー、カメラですとか楽器ですとか着物も、えー、名古屋ではやってます。 そういった何か持つことによってお客様の世界や趣味思考が広がるようなものはやっていきたいと思ってます。で、そんな中新しく出してきたものも万年ス を中古でやってます、まあ、買い取りもしてうちで売ることなく業者で流してたんですけれどもオークションで流してたんですけれどもしっかりメンテナンスをして売ることができるんじゃないかってやっていくことによって年間数百万の売り上げだったものが今数,数千億ぐらいあごめんなさい数千万円ぐらいになってきてるんでそういった意味では新しいものが時代のニーズで変化が出てこればチャレンジしていきたいと思ってますが大型の家電ですとか 家具ですとか、配達をしないとお客様持って帰れないものは我々が今お店を出している例えば名義ですとか大阪の梅田ですとか銀座ですとか持って帰れないものを売ってもしょうがない部分がありますんでそういったものはやめていきました。 で、ね、でもなんかあれですね本当に今だと普通百貨店に行って何かないかなライフスタイルショップに行って何かないかなって見てるのがもしかすると10年後20年後普通にあの米広さんの店が普通にあっちこっちにあってなんか面白い日常使いは基本的には全てリユースでんーとむしろ何かにプレゼントするものは新しいものみたいなそんなふうな世界になっちゃうかもしれないですよね。理理想な理想なです <laughs> <laughs> ありがととうございいます次、えー、ステーークホルダーとの関係において創業し 社長だからこその強み、そそれだからこその悩み難しさがあれば教えてくださいということですが、はい、そうですねあの、えー、と特にです、ね、大きな悩みっていうのはあんまりないですあの悩みというか緊張するのはです、ね、どうしても6月の末にいつも株主総会ありますんでそこでいろんな質問が来たらどうしようかなっていう緊張と身構えは一番年間でもあります。 でまた、えーとまあ、商売がある程度安定してうまくいってるのが前提だと思うんですけれどもご名、えー、のようなやはりあの株の筆頭株主は私でありますんで株式の状況であったりまた、えー、石原一族また、えー、従業員の持ち株、えー、だとかそういった比率を考えていけば約4割ほどはあの安定株主として従業員さんが持っていの 持っている部分がありますのである意味我々が信じてやろうとしているビジネスモデルがやりやすい環境であることは確かだと思います。従業員がファミリーのようにっおっしゃってましたがもしかすると米表さんにとってはお客様もある意味広い拡大ファミリーなっいことなんでしょうね <laughs>、はい、ありがとうございますじゃあ次がですね商品化をする際担当する商材を増やすことはバイヤーにとって相当な負担だと思うのですがどのように実現したのでしょうか 教育するだけで足りるのか何か作業を補う手段などを講じたのかいかがでしょうということですはいあのもともとですね専門商材ってやってた時っていうのはやはり一つの商材に特化していろいろやっていくわけなんですけれども、まあ、あの簡単に期間で言うとですね今のバイヤー教育も半年間集中教育をしテストに受かった人だけバイヤーデビューをします。でバイヤーー。デビュー を認定をした人っていうのは隣に先輩ががきながら見ていくと当然わからないものだとか突然一つで500万ですよっていうものが来ちゃった時にやはり皆さんあの不安になりますそこはやっぱり先輩だとかサポートする人間が横について見ていくことと同時に先ほどの商品センターがあることによって画像ですとか電話ですとか店頭でみんなが悩んでいるときにちゃんといつでも電話が取れる。 アドバイスができるバックヤードのシステムを今しっかり作ってますそういった意味ではあの過去のように、えー、全,全員がこの商材に関して100点を取れるわけじゃない部分も一部あるかもしれませんが、えー、会社全体でサポートすることによってしっかり変えるようにするただあともう一個買った後に一番やっちゃうけども買 買うだけはうちのまあ勉強代なんで、えー、そこで損があってもいいんですけれども当然売るわけにはいかないんで、えー、さっきの商品センターっていうのは、えー、買い取りから始まってお店に出るまでに5段階チェックをかけるのでそれは当然、えー、バイヤーが間違って経験がなくて買っちゃったものを、えー、こちらの店でお客様に買っていただく売るわけにはいかないんで。5段階チェックをかけることによって、えー 未然未然売ることを未然に防ぎ間違って買ったものはしっかりマンツーで指導したり時には少し荒がひどい人に関してはもう一回呼んで集中教育をかけたりするところでレベルの底上げをかけていると負担は非常に多いと思うんですがサポート体制を過去よりも強くしたことによってしっかり買い取りを実現していっている段階だと思いいますはい、ありがとうございますでは次いきます えー、過去最高のこちらです、ね、売り上げ、業界ナンバーにこだわっていたために小さなジャンプしかできず、大きく力をためてジャンプすることができなくなっていたというお話がありました、そのことに気づいたきっかけは何だったのでしょうか、そどのような振り返りからそう気付かれたのか、教えてくださいやはりあの米表は中古品を扱っていますので、先ほどの,そのステークホルダーさん、 たださっきの心眼チェックだとか郵送するだとかいろんなコストがかかるんで実際の米表の粗利率っていうのは、まあ、25%から28%ぐらいあればいいんじゃないかと、まあ、業界の人にしてみれば中古なのにそんな薄利でやってどうするのって言われちゃうんですけれどもやはり、えー、そこをしっかり、えーまあ、ある意味 コストを使ってでも信頼していく信頼してもらうためにやっていくとただそのジャンプできなかったっていうのは一番大きなその設備投資や、えー、IT を含めた、えー、投資をやはり少し先延ばしにしてしまったと 今やれば2年後に回収できるかもしれないんだけれどもそれを消却とはいえ使っていけば営業利益が前年から割れるかもしれないっていうちょっとずつの過去最高だったのでそういった大きな将来に向けての投資ができなくなくったともうそれは多分私の中で PL を重視しすぎた経営になりすぎてたと思うんでやはり将来を見据えたファイナンス的な商売をもっともっとすればよかったんじゃないかなっていうことをやはりえ リーマンショックだとか、チャイナショックだとか確かに V 字回復をすることも大事だったんですけれどもそれができなかったと。なので今我々がやっていることってのは一旦数字が落ちるということが分かったときにはどっちみち落ちるので今のうちにしゃがもうということをやるようにしています。はい、いありがとうごございます。すさらら。に次ですね、ご講演から 社員を大切にする姿勢と同時にをを追求する姿勢を感じました時に相反する目標を両立させるために不審されていることは何でしょうまた特に働き方改革を進めていかなければならない中小企業に向けてアドバイスをいただけないでしょうかよろしくお願いしますということです。であのえー、っとですね数年前ですかね10年も経ってないと思うんですがある飲食会社さん の中でやはり残業をつけなかったりグレーな部分があってニュースになったところがあるかと思いますが米用も昔はサービス残業ではなく残業代つけれたんですけれどもやはり残業が非常に多かった会社ですそういった意味ではやはり深夜残業になったた時もありましたそういった意味で他社さんの事例でしっかり残業代をより細かくつけると前はその15分単位ぐらいでつけれたものを1分単位でつけるようにしたんですね。 したら当然店舗の責任者たちはえコストがかさむので店舗収益が落ちるとなので先輩待ってるぐらいだったら先帰ってくれっていうことをやっぱりやるようになってきたとそしたら知らない間にすみません先帰りますよっていう後輩が普通に出てくる、えー、それがあのこの何年かかけてえ我々がえまあ当然え働いてくれた分を正式に払うために15分という長いピッチじゃなくて1分に刻むということでちゃんとお金を払いますよ っていうことをやってたんですがよりもうやることないならみんな帰っていっということが普通の文化になってきたのでそういった意味では前のような深夜残業だとか、えー、臨時出勤ですとかそういったことは減ってきたかなと思ってます。たただあの先ほど言っっようにその、えー、と、 えー、ママさん社員たちの働き方改革だとか、えー、お子さんが早く帰ってくるんで、その子たちのためにっていうところがまだ、えー、弱い部分があって、小学校の壁が答えられなかった部分を勉強して、えー、小学校3年にして、まあ、延命になっちゃうかもしれないですけど、今年からは、あのこの4月からは、えー、中学校入学までっていうふうにしてるんですが、なるべくみんなが辞めないような環境を少しずつ作っていこうということはやってます。 ななかか1分単位で残業つけようみたいな発想が出てきたりとか,なんか逆にそれを実行しちゃうだったりとかな,なかなか出ないかなしかもそれを、ね、本当に実行しちゃうことも難しいかなとも思うんですけれどもで、まあ、結果としていろんな効率化も進んだということですがそういうアイデアはどういうふうにそれもですねあの現場からあの管理本部のスタッフから、うん、そういうことをやったらよりいいんじゃないですかもしくはあの会社が後々、えー、そういった 残業代をごまかしてるみたいなふうに取り上げられるのもイメージが良くないのでより精密にチェックしていきましょうというところから始まったのと意外とやっぱりの中アイデア出してよって言ってもなかなか出ない会社も多いと思うんですが多分御社ではすごくいろんなものが常に先ほどの風通しもそうですしいろんなもの上がってくるんだろうなと思うんですがそれって一体何なんでしょうかね。あの リーマンショックの時か、まあ、チャイナショックの時もそうなんですけれどもまあ当然あの我々の大きな販管費の中での人件費というウェイトは大きいですと。でいろいろ探っていくとですね会議をやるもしくは会議で出す資料を作るそのために残業しているいや。だけど毎月会議やって資料も、 議事録を見僕見てるけど言うほどなんかすごいこと変わったことってな,ないじゃん会議のために資料を作ってるだけだったらもうこれ今もうどうしてもその経費を削りたいとだけどサービス残業はダメだ残業代は出すとその中で削ってったのは僕その会議っていうものをとりあえずやめようとでみんなで相談したいなら長めの朝礼をやろうだとか。 そういったことで今まで5分ぐらいで終わってた朝礼を「いやいやじゃあ15分やってもいいけど2時間の会議をやるのやめようか」とか,か資料なんてなくても大体8割ぐらい合ってれば物事って進むんじゃないかと思えばこういうことですよっていうことを言い合えればいけるんじゃないかということをそれもみんなからの提案の中でじゃあ,まあ会議やめようかっていったところで,なのでその若手が何かかしこまって書類を作って発表するっていうことはもしかしたら、えー 苦手になっているかもしれないんですが、何か作るという、えー、ハードルがなくなったことによって、言いたいことを言いやすくなっている環境はプラスで出てきくるのかなと思います。<laughs> 言ったら資料いっぱい作らないとダメですからね。<laughs> でもあとはやっぱりな,んな皆さんやっぱ自分ごとっていうか自分の会社だと思ってアイデア出さないととか、やっぱりそれもファミリーの公用なのかなってことをすごく思いました。なんか意思決定する人が考えるべきでしょう、経営人が考えるべきでしょうじゃなくて、自分がアイデア出そうっていうふうなやっぱそういう文化を作れることこそが。 すごい強みなんだろうななんてことを改めてすみません感じました。はいありがとうございます。では次ですね。あこれですね。えー、っと次がですね。これですかね。今リユース市場は4.4パーということですが、石原さんの理想の世界では何パーセントになるというイメージされていますか？そうですあのやはりあのスウェーデンだとかヨーロッパというのは非常にリユースがまあ発展しているというかフリーマーケットを含めて発展していると。 であのやはり、えーまあ、ブランド品ではなくて、えー、家にある家具や、えー、そういった、えー、いいものを、えー、次につなげていく時代の人に次の世代の人につなげていくっていうものがやはりあの80%か90%、えー、あるんだよっていう声もやっぱり聞いてますと、えー、そういった意味で、えー、あの全体で4.4%で我々がコアとしているブランド品というのは約10%。 なんですね、当然本だとか DVD だとかそっちの方が強かったりする部分があるんですけれども、えー、と全体で4.4%だと。なので業界全体でこれを早く10%だとか20%だとか。 それは C2C の力も借りながらもっともっと発展していけば1個ずつ出品するのは面倒くさいだからこういうところに持ってきたっていうことも増えれば総合利用が増えればですねもっともっと増えるかなと思うと早い段階で10%とか20%には少なくても持っていきたいなとは思います。あ、はい、ありがととうございますすこちらですね 不採算店舗の10店舗の店長の方々へ店舗を閉鎖することをお伝えすることは苦渋の決断だったかと思います。店長の方々は本心をすんなり受け入れてくださったのか、もし難色を示されていた場合どのように説得をされたかお伺いしたいです。はいえー、っとですね、あの不採算店舗でかつ、えー、閉店した店舗っていうのは、えー、当然そこで働いていただいているパートさんもいらっしゃいますので、えー、なるべく皆さんが、えー、店が変わっても 働きき続けられる環境を選んでいきました例えば神戸であれば三宮と元町にありますと。で三宮はもう10年ぐらい前からあって元町を新しく出したので当然元町の方が新あのきれいなんですけれどもやっぱり三宮の方がポイントカードメンバーズカードのデータを見ていくとお客さんをたくさんつかんでたので新しく出してこっちの方がピカピカのお店なんですけれどもあえてこっちを閉める。 で既存の店舗に送客してスタッフもお客様もこっち使ってくださいねっていうことをやっていき当然店長としての役職は彼らはなくなるんですがより大きな店舗で活躍してくれっていうことをちゃんとポストがなくなるやりがいがなくなるじゃなくて次に気持ち切り替えてこういうことをやってほしいんだよっていうことを説明しに行って、えー、皆さんにまあ ある意味、えー、まあ半分強引かもしれませんけれども理解を促していったというところもありますのでどちらかというと、えー、直接私が言って話す人も何人かいましたのでそこはあのー、こう思いをしっかり伝えてや,やらしていただいたっていうのはありますはいありがとうございます少し人の部分で関連して、えー、こちらですねどんどん任せるとのことですが従業員スタッフの抜擢の際重視するポイントは何でしょうか するうん、そうですねあの。重視するポイントはですねあのいろいろあると思うんですけれどもえー、っとや,やはり最終的にはチームとして動いてくれる人チームとしてて動いてくれる人、はいはい、あのどうしても全体最適を考えていこうと思うとやはりあのポツンと自分が任されていることだけを 最高にや,や,やることだけではやはり、えー、こう最大のパフォーマンスは出せないって思ってまして、うん、どうしてもその一個一個の部署が当然、えー、マックスの、えー、ポテンシャルのところまで底上げしていくことっていうのは大事だと思うんですが最終的には同じ社内であっても部署間を超えたコラボレーションをしていかなければ最大のパワーは発揮できないと思いますんで、うん、やはり優秀で自分でものことを考えて引っ張っていける人 っていうのは大事なんですけれどもそれを自分のところだけじゃなくてちゃんと全体最適に持っていけるかっていうことを自分の思いだけじゃなく全体最適他にいる従業員のことも思ってよくしていこうという熱量を持っているかどうかっていうことを私自身は気にしますなるほど、ね、ありがとうございます。 少ししそれれにままたさらに関連するかもしれません。社員を育成する上で一番必要と実感している要素は何でしょうか、まあ、先ほど任せるって話がありましたそれ以外の要素がさらにあればあの。我々はもうどうであれ商売している会社なので一番はお客さんのことを思ってお客さんのために考えて動ける人。 あの多分あの社長のために何かしようって思ってくれる人もいるかもしれませんが会社のために何かしようと思ってくれることも大切だと思うんですがやはりそれってそもそもお客さんのことを思って言ってくれるんだよねがなければ多分社内で通らない話になってくるので若手の先ほどの抜擢も含めてちゃんとお客様のことを思って現場だから気づくことをちゃんと発言してくれてるかっていうのが大事かなと思います。ははいいありががとうございますでは次がですでで次ね 変革の際、特に止血の時最も困難だった内緒や乗り越えた,越えたからこそ会社にもたどうしてもですねあの米雄って、えーまあ、大きく優しい目で見れば成長し続けてきた会社でありますしその過程の中で当然その時代時代の中で引っ張ってきた成功者は必ずいます。 ただその人の成功事例を少しやり方を曲げてもらってでも新しい取り組みをやろうやってくださいっていうことに対してやはり不安であったり、抵抗感を示すす。人も中にはいますなのでその人たちにどうやって思いを変えていただくかっていうのが一番時間がかかるポイントであり少し不安だった人がもう こうアグリーだーとなってくれれば前を向いて馬力に変えてくれるもともとリーダーだった人なのでそういった意味ではけん牽引してくれる人になってきますんでそこを、えー、まあその気にさせることが、えー、一番あの難しかったかなと特にその人事制度を変える時等々でやはり部長職で、えー、ジュエリーの部長時計の部長 何々の部長って、まあ、ある意味一つの会社の社長みたいな全部自分の権限で物事決めれてたのでそれをすいませんやあのその権限取りますよっていう時は一番じゃあ俺どうなんの今までここまでやってきたのにっていうことを一番言われたことが自分にとっても、えー、苦しいただやれるかやや成功するか失敗するかわからないんだけども信じてついてきてくださいっていうことをやはり納得してもらうことはあの苦労したかなと思います。 今みたいな話って実は結構今の時代あっちこっちの会社で起こってるんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、とは言っても、やっぱそういうふうなコミュニケーション、すごく重いコミュニケーションをするのは若干めんどくさいし大変なことがあればあるほど、だからもういいかな、ちょっともうそこまではいいかなって思っちゃう人もいるかも、刑事の中でもいるかもしれない。 でも,それでもやっぱり石原さんはそういったことをコミュニケーションしていこうと言えたわけででもやっぱり言える経営陣と言えない経営陣ってあると思うんですがそこのかれ目って何だと思われますか、はい、あの一つタイミングも良かっその一番大きく組織を変えましょうって言った時は2010年でしたので私はその、まあ、取締役ではありましたけれども、まあ、いわゆる、えー、常務でも 副社長でも社長でもない取締役でしたので変えるということを最終的に意思決定してくれたのは私よりも上跡な、えー、当時の社長専務常務っていう人たちが決めてくれたんですがじゃあ一緒に変えていこうよっていう時に一緒に動いていけるところに私も比較的近くに。 いたことでえ決めたうちの1人かもしれませんけれども完全なるトップダウンではなくて変えていこうこうやってやったらいけるんじゃないかって一緒に動かしていけた1人でもあったのでそこはあの変えていきましょうっていう提案をしたのも自分でしたし一緒に変えていこうってみんなを説得できたのも自分だったので一番のトップ社長じゃなかったっていうタイミングも良かったんだと思います,すね。ありがとうございます こちらです。挑戦する文化を活性化させるために人事評価で工夫していることはありますでしょうか減点方式のような目標管理制度では失敗を恐れてストレッチできないことが多々あると思いますということですはいあの昨年かその前かあの米表の中で大事にしていることとして「加、え、点、ー、主義」をしていきますと。 みんなが努力してくれたことっていうのは当然時には失敗もあるかもしれないけれども失敗を大きくマイナス減点するんじゃなくてまずは挑戦してくれたことまたその先にあった成功をつかんでくれたことっていうことに対してはちゃんと加点主義をしていきますよってことをみんなの前で先ほどの経営発表会等々でみんなに約束をしていることがあります。 なので、どうしても会社なので、ちょっと僕も、あの、嫌だなと思うことは、やはりミスするとですね、報告書を書け、始末書を書けっていうことはついて回っちゃうん。 ですね、そうするとみんなそんなこと面倒くさいし書きたくないんでじゃあもうそんなチャレンジングなことするのやめようみたいにやっぱりなってっちゃうんですけれどもその中でも確かにミスしたことっていうのは読めば私も伝わるんですけれどもミスする前に彼らがチャレンジしたことっていうのはよくよく見たり聞いたりすれば伝わってくるところってあるのと言い訳がましく書くのは嫌なんで書かないメンバーもいるんですけれどもそもそもこれなんでやったのって聞きに行くと実はこういうふうでしたっていうことを聞けばですねそれは確かにしましょう。 書いたかもしれないけど、チャレンジするっていう会社の思いに対しては挑戦してくれたからありがとなっていうことをえっ、ー、とまあ言うようにはし,したいなと思って、全部に言えてるかっていうのは僕は見出せない部分もあるかもしれないんですけれども、あの意識しているところはあります。ありがとうございます。大事な質問がありました。し米俵で買い物するのにより楽しめる方法、お得になる方法はありますか？ということですが、はい、そうですね、あの。<laughs> あのよくスタッフに話をししててあげいいなと思お米用のスタッフはあのごめようでノルマがないんで誰かがたくさん売るもしくはお客さん来てくれたこの人にたくさん買ってもらったことによって自分の給料やボーナスが上がることって一切ないのでなのでお客様ってそもそも何で来てくれたんでしたっけどんなニーズがあったんでしたっけっていうことをやっぱり聞いてお客様にいいものを提案しようとすると思います。 あの私もその新入社員の、えー、カメラを始めた時に当然カメラ売り場に来たお客さんに「お客さん今日、えー、どんなカメラ探してるんですかカメラを探してるんですか」って当たり「カメラ売り場に来たから当たり前だろうと」とその前に「どういう写真撮りたくてカメラ探しに来たんですか」ってお客様のニーズをちゃんと聞かなければあのお客様はその気になれないと。 男性の人が指輪見に来て来れば自分でつける可能性って低いと思うんで何かのプレゼントですかどういったロケーションで渡すんですかっていうことを聞いてあげなさいだとかそういったことによってお客様の予算 の予算幅を上げたいわけじゃなくそののの予算の中でで最適なものってこれですよねお客様も遠慮するんで今日5万円で来てますって言うんですけど本当は聞けばだったら7万円でもいいですよっていう人はやっぱりいるんですよね。5万円で少し妥協するよりも頑張って7万円出すんだけどよりいいものを買いたいっていう人のお客様のニーズがやっぱりあるのでやはりよく聞いてもらうことによってお客様が欲しいものが見つかると。またたそういっっものってこれ売る時に 売れるのかなって聞いてくださればこういったものが根崩れしないよっていうことをうちの人間はそもそも知ってますのでじゃあこれがいいんじゃないですかあれがいいんじゃないですかちょっとチャレンジグだけど半年後に飽きるかもしれないんだったら半年使って売ったらいいと思いますよってことを話してくれると思うんでそこはあのうちのスタッフの腕の見せ所だと思いますんでぜひあの試していただければと思います。 <laughs> あとこれもちょっと興味深いですね直接利益にならない観点誰が言い出して最終的にどうやって社内の合意に至ったのか知りたいですこれですねあの社内でも問題になるといけないんであれなんですけれども <laughs> あの本当はやりたいなと思ったのはあの私です。あのこれはですねあの 私も社長になっていろんな社長たちが集まるような会合みたいなところにお呼ばれしていろんな方たちととお話をすする機会がありますと当然そういった方たちも米表は知っているだけど米表のことをよく知らないだけどものを売り買いすることも時代的に流行っているのも知っているそうなってくると皆さんメルカリのことをどうしても言うんですね。メルカリさんっっってて競合なのいう話からやっぱり始まると いろんな人と話しているといやだけど一個ずつやるのめんどくさいし自分の住所を教えたり値段交渉するのも煩わしいから当時はやっぱりあの自分たちでやってたのでやはりそういったことを誰か間に入ってくれるといいようなお客さんに高いものを出した時に偽物だと思われてその話をするのもめんどくさいよねっていうのがあったのであじゃあそういうことを解決してあげればよりもっと アパーソンの人たちも C2C 含めたことをやってくれて面倒くせえからもう米用さん買ってよっていうふうになるんじゃないかなと思ってこれやりたいなと。なので今米用の機能のカンテの機能の中で何日間が経っても売れないものは米用だったらいくらで買いますけど買取でどうですかってお知らせをするような機能もついてます。なのでま、えー、まだまだ、えーまあ 米用が予算がなくて広告宣伝かけてるのになかなかどん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 伸びないんですけどあのサービスとしてはそこそこいい,いいなって自分でも思ってますんで是非皆さん「あのカンテ」って言いますので是非今日スマホ持たれてる方今すぐダウンロードいただければというようなところですね。 あとそろそろ時間にもうすごい怒涛のように答えていただいてるんですがそれでももう質問がどん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 増え続けてごめんなさい全部扱えないですこれ多分最後の質問になって、はい、で多分最後会場の皆さんへのメッセージという形になっちゃうかなというふうにも思っていくんですが30年後の夢はありますかということではいあの30年後って先ほど申したようにごめんはまあ100年企業になっている、えー、ところだと思いますあの昔その グロービスの書籍の中で100年100年っていう会社はどれぐらい生き残ってるんですかっていう中で150社に1社ぐらいだっていうデータがあった記憶がしてますなので私もそのこのビジネスが長くお客様に評価されて生き残っていくそれを目指していきたいとでまた先ほどの従業員総会でも同じような質問をされたんですね社長の夢何ですか な聞いて何のとこあるんだと思いながら、僕も答えたんですけれども。んあ,るんであの石原さんの志は何ですかっていうのもあるので、合わせてお答えいただければ。しば志はなんですかにあの。はい、その時に従業員に話したのは。<laughs> あの業績を伸ばしていくってことは、一つ社会人。また、経営者としては、まあ、ある意味当たり前だと思う。だから、だから、生き延びる会社を、存続できるんだと。強引誤算の会社を作れるんだと。ただ、私が、目指すことっていうのは。 えー、従業員の前でで話してますんで従業員の皆さんの子供もしくは孫が大きくなった時に、えー、物を捨てずに売れるいい物を買ってもちゃんと資産になって次につないでいけるこういう時代を作ってくれたのはお父さんやお母さんもしくはおじいちゃんやおばあちゃんなんだよねってその時に次の世代もしくはその次の世代に初めて、えー、文化 としてて認められるようなビジネスを作っていきたいとそれが米桜が企業価値である米桜があってよかったって思ってもらえることを次の時代に感じてもらうことで私も祖先に先祖にいいことやってきたぞって言ってあの世にいけるのかなと思う時代もいつか来るかなと思うので私の志っていうのは当然米桜で働く従業員また米桜でご愛顧頂い,いているお客様に安心して 働ける場所また安心して買い物をできる場所を作っていくことと同時に将来の日本を背負っていく人たちにこういう文化ができてよかったと新品で高いものを買っても次につなげてくれる会社があることによって作ってくださっているメーカーさんやものづくり日本って言われる日本の職人さんたちが報われるような社会に少しでも貢献できる 時代を作っっていいいいいければいいなというののが私の思いであったり志かなとと思いいまますすすありがとうございますなんかすでにこの5年とか10年の間隔でだいぶその概念が本当変わっていきつつあるので間違いなくその私が初めて名古屋のあの店に行った時になんかこうほんとセレクトショップじゃないかっていうようなワクワクを感じたような多分世界観が回ってるんじゃないかなというふうにも思っていますじゃあ最後に会場の今日来られている皆さんに一言メッセージをいただければなというふうに思います。 はい、あのすみません皆さんあのたくさんの方にですねこんなの遅くまで残っていただきましてありがとうございましたあの米用ができることって限られてますし当然私ができることって限られてるんですけれどもやはりあの皆さんも含めて米用を少しでも多くの方に知っていただいて リユースという文化に触れていただいて、えー、こういう時代で良かったなと思っていただけるようなことをこれからもやっていきたいと思いますしぜひあの米表や鑑定をご利用いただいて米を少しでも感じていただければ、えー、ありがたいなと思いますのであの引き続きこれからもよろしくお願いします。あの本日はあのありりががととううごござざいいままししたた